サッカー日本代表は現地時間10日、FIFA フフワールドカップ26アジア最終予選、3次予選でサウジアラビア代表と対戦し、日本代表は2対0の勝利を収めた。米メディア、ESPN は、アジア最終予選で好調なパフォーマンスを維持している日本代表について報じている。日本代表は、 アジア最終予選に突入してから中国代表を7対0、バーレーン代表を5対0と大差で撃破。そして、同じグループ最大のライバルと思われていたサウジアラビア代表も、アウェーの地で2対0で破り参戦無敗と好調を維持している。今回のアジア予選では、オーストラリア代表、サウジアラビア代表、 韓国代表などアジアの強国が揃って苦戦している中、日本代表だけが参戦合計14得点無失点とズバ抜けた成績を残しており、アジアでも突出した存在となっている状況だ。同メディアは予測不可能なアジア予選の中で唯一確実なのは日本の勝利だと題して、アジア予選はこれまで想像もできなかった展開を通じて、 かなりのドラマを生み出してきた。あらゆることが予測不可能な状況の中で、一つだけ確かなことがある。それは、日本が勝利に向かって圧倒的なパフォーマンスを見せているということだと、絶好調の日本代表を絶賛。そして、日本は最終予選のわずか3試合で14ゴールを記録した。前ステージの結果も考慮すると、 9試合で38ゴールという驚異的な数字となっている。失点はゼロだ。最も,も彼らがどれほど強いチームであったとしても、予選を通じて完璧な成績で終えることはありえない。考えにくいことだ。どこかしらのタイミングでポイントを落とすだろう。しかし、現状多くの衝撃を生んできたアジア予選の中で確実に言えることは、 今の日本を止めるのにはかなりの時間がかかるということだ。次は、オーストラリアが挑戦する番となると、オーストラリア代表が絶好調の日本代表を止められるかどうかという点に注目していた。